四条家は、藤原法華魚名流の嫡流にあたる、公家、家族。公家としての家額は、雨林家、家族としての家格ははじめ伯爵家、後に公爵家である。藤原家斉の一男高末を家祖とする。家名は、高末が、四条大宮に構えた邸宅により、大宮とも称した。分家に、山科屋、鷲尾屋、西王子屋、油小路家、櫛芸家がある。家業は、料理包丁道、商、一条家の家令。江戸時代の家禄は180石。菩提所は、倉間口清善寺。魚名流は、平安時代末の建基が、正蔵くらいに除されて、以来、代々苦行に列するようになる。建基は、楽東博雅に、吉勝寺を創建したが、やがてこれが、四条流一門の氏寺となり、当主は、吉勝寺長者と称した。その曾孫高末は、建大納言に至り、以後これが先度となる。その子高房は、歌人として有名で、その子高志公は、後鳥羽院近臣として、不意を誇った。その子高塩屋ははじめ次男、劉建を家嫡としたが、不死不和に陥ると、長男坊名が家嫡となったため、鎌倉時代後期に、家系は二流に分裂。高塩屋の孫高助は、南朝の公家大将として、八幡の戦いで戦死し、その子高利も、南朝で内大臣にまで上ったが、劉建流は、南朝と運命を共にして絶起した。一方の坊名には、子息があったにもかかわらず、家督は一門所流の高氏名が相続した。その五代の孫高氏領は、子息が創生したために行使なく、中帝家から高長を迎えて、養子とする。その孫高氏益が、永禄10年没するに及んで、四条家は一旦中絶するが、天正三年、冷泉為益の男で、二条家初代母月林家を、相続していた永見が高政と改名して、家名を再考。幕末、明治新期の高歌は、尊王攘夷派の公卿として国事に奔走し、七境地の浮き目を見るも、戊辰戦争の功績により復権して、陸軍中将にまで累進した。1884年7月家族令により、伯爵が授けられ、1891年4月、高歌の勲功により、公爵へ上っている。高歌の子、劉愛も陸軍に入って、騎兵少佐に進む。その子高典は、貴族院議員を務め、1977年に死没。藤原高末、藤原高房、四条高志公、四条高氏、親四条坊名、四条高氏名、四条高宗、四条高氏号、四条高氏次家、四条、劉姓四条高氏領、四条高長、四条高重。四条劉益、四条高政、四条高士術、四条高士音、四条高士安、四条高文、四条劉信、四条高士氏、四条高志公、四条高尾、四条高美、四条高歌、四条高士愛、四条高典、四条家系図太字は、当主、実践は、実子、転戦は養子。木造利康の子か。中帝信種の次男。冷泉為益の子。扇町三条公兄の孫にして、松影小路の子、山科元公の次男、扇町交通の七男、中山久志親の子、山科来子との子、醍醐照久の次男、明治27年廃着、二条、成行の三男、四条高志公、四条貞子、西園寺後、後深草天皇、後祭天皇益子内親王、九条美幸卿-2条、そうはじめ-2条春高-2条忠信-2条成行、四条高秀と女系として、高志公の血を引いている。奥平守雄の女。国立歴史民俗博物館の給耕給料取調べ帳データベースより算出した幕末期の四条家領は以下の通り。ありがとうございます。